アセガやニーズは、単子葉植物イネ科の一年草。畑等でよく見かける雑草の一つである。非常に細い、まばらな枝のある方を出す。小型から、中型のイネ科植物で、草丈は30から70センチメートル程度。全体にあまり硬くならない草で、緑色だが紫を帯びることが多い。茎は、節があり、木部近くではよく分子し、 節ごとに根を下ろして、地上を少し這い、先端はやや斜めに立つ。葉は節ごとに出て、葉芯は、長さ7から15センチメートル、幅は3から7ミリメートル、無毛で、艶はなく、扁平でやや薄で。穂は、茎の先から出て、長さ15から40センチメートル。主軸はまっすぐに伸び、全体にわたってまばらに即死を出す。即死は、分子を持たず、 先端のものが短い。保全体としては大まかに楕円形。即死には小さなコボがその仮面にぎっしり並ぶが、それぞれは軸に密着しているので見分けにくい。コボは2.5から3ミリメートル。柄はなく、細い楕円型で緑色、黄々にして紫を帯びる。この種のコボは、比較的簡単な構造で、左右から、 扁平な小ボに4から7個の小花が並んでいる。第一本営は小さくて1ミリメートルかそれ以下、主脈だけがあって、先は尖る。第二方営は1.2から1.5ミ、mm、リメートルと一回り、大きく、主脈の他に、小さなに脈がある。森営は、第二方営と同じくらいの大きさだが幅が広く、先端はマリー。内営は、森営に似てやや小さい。 背の低い草地に生える。ごく普通な雑草であり、田畑にも多い。湿ったところを好むため、秋の水田のアゼでは極めて普通に見られ、アゼがやの名もこれによると思われる。アゼでは、草刈りや生育期間の限定からあまり大きくならないことが多い。20センチメートル足らずのものが、それこそアゼに沿って密生しているのを見かけることも多い。日本では、 本州から九州まで普通に見られる。琉球列島では、下記の糸アゼガヤの方が見られる。国外では、中国南東部、マレーシアから、インド、オーストラリア北部に分布する。同族の糸アゼガヤおいは、全体によく似ているが、穂の即死が、さらに細く、名前はこれに由来する。湿った地面によく出現するアゼガヤとは異なり。 この種はむしろ乾燥地に出現し、畑などでよく見られる。また、コボが2から3の小花しか含まない点も異なる。九州南部には稀に見られ、琉球、小笠原では普通。国外では、中国南部から熱帯アジア、アフリカに渡る分布域を持つ。浜ヶ谷は、本州から九州の海岸に出現するもので、全体の形は、アゼガヤに似るが、コボに、 のぎがあるなどの点で異なる。別属ボブとする説もある。あまり普通ではない。ありがとうございます。